ニュートラディーノは、超対称性理論によって存在が予想されている、マヨラナ粒子。予測される質量は、ヨーコの質量の30から5000倍。超対称性理論は、すべてのフェルミ粒子には、ボース粒子の超対称パートナーが、またすべてのボース粒子には、フェルミ粒子の超対称パートナーが存在するはずだと、している。電化を持たないボース粒子に対する、 超対称パートナーであるズイーノ、ホティーノ、中性、ヒグシイノは同じ量子数を持つので混合状態を作り、これがニュートラリーノと呼ばれるフェルミ粒子である。一方、電化を持つボース粒子のパートナーはチャージイノと呼ばれるフェルミ粒子を作る。ニュートラリーノは弱い相互作用と重力相互作用にのみ関わるので存在したとしても観測は困難である。 また、最も軽いニュートラリーのは安定な粒子であると考えられる。なお、もしも、超対称性理論が実際に成立しているとすれば、標準模型における各素粒子に対応する、超対称パートナー粒子が存在して追加されるので、素粒子の種類は倍となるはずであるが、現在までのところ実験では、超対称粒子は一つも発見されていない。検討中のウィンプでは、 最も軽い電気的に中性な超対称性粒子で、あるニュートラリーノが冷たい暗黒物質の最有力候補と言われている。ニュートラリーノの詳細な性質は、それを構成する成分の混合比率に依存する。ありがとうございます。